広告をディテクトするためのアクセスコントロールっていうシステムを作るっていう研究をしてみました。どうも、シェンです。こんにちは。合格者面接公開シリーズということで、今回は Google の合格者の面接を公開するという企画になってます。実際の就活生もオーディエンスとして来てくれてます。意気込みをお願いします。はい。東京農業大学3回生の中村海斗と申します。結構 YouTube で誠さんの動画とかよく見てたので、本当にこういった機会で誠さんの面接からいろいろと学ばせていただこうと思っております。本日はよろしくお願いします。ということでですね、今回面接官で来てくださったのは平野さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで Google の合格者の誠さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。面接の前に簡単にちょっと自己紹介をお願いしてもいいですか？今アメリカのカリフォルニアでお仕事させてもらってる誠と申します。どうぞよろしくお願いします。ちなみに誠さんはヤフーにも行ったこともあって、しかも大学も3年で卒業されているという超優秀な方なので、どんな面接なのかっていうのが気になるところですね。ということで早速井山さんに面接をお願いできたらなと思います。はい、じゃあ早速お話聞いていきたいと思います。じゃまずはじめに、学生時代に頑張ったこと、まあ、いわゆる学士課ですけど、学生時代に頑張ったことは何ですか？大学を3年でできるだけ GPA を高くして、卒業するっていうことを頑張ってやってきました。大学ね、アメリカの大学やっぱり学費がねちょっと高いんですけど、それでできるだけ3年で卒業するっていうのは、まあ、学費的にも安くなりますし、それと、就活するときにも、自分のセリングなポイントになるのかなって思って、それを頑張ってやってきました。時間だけが早くても、時間だけが早くて成績が悪くても意味がないので、できるだけさまざまなコースを取って、GPA を高め、最終的には 3.93 ぐらいの GPA で卒業することができたっていうところが一番力を入れてきたところですかね。学部で卒論っていうのはあるんですか？ちょっとした、まあ、卒論ほどではないんですけど、 PhD 生の、論文に、ちょっとお手伝いをさせていただくっていう形でしたね。その論文っていうのはどういう研究だったんですか？Chrome のセキュリティについてなんですけど、まあ、一般的に言うウェブセキュリティで悪意のある広告をディテクトするためのアクセスコントロールっていうシステムを、作るっていう研究をしていました。その学生時代に行ったその一番の自慢のプロジェクトっていうと、今おっしゃってたやつになるんですかね？いや、それじゃなくて、あ、じゃあその話をぜひ、はい。ありがとうございます。グループプロジェクトが一つありまして、ソナーセンサーを使って、周りの、オブジェクト、まあ、四角い箱みたいな感じなんですけど、その箱をディテクトするっていうプロジェクトだったんですけど、僕以外の方がもうあまりコーディング、まあ、たまたまそこまで得意ではなくて、そこは僕がこうリーダーシップを取って、周りの人にこうちょっとちっちゃなタスクだったり、そのサマリーとかプレゼンテーションを書いてもらうっていうタスクを渡して、コーディングはもう全部一人で引き受けていたので、最終的にプロジェクトのデモの時にもうトップ3位ぐらいの成績を取れたので、それがもう自分の中では一番の自慢ですかね。コーディングはどれぐらいかかったんですか？期間は。トータルで4、4、5ヶ月ぐらいですかね。ありました。その4、5ヶ月の開発期間を、まあ、3つぐらいに区切るとしたら、なんかどういうフェーズがに分けられますか？やはり初めはプランニングですね。デザイン。今の仕事でもそうなんですけど、まあ、コーディングする前にデザインをして、まあ、みんなに同意を得るとかだったり、自分の意思を、はっきりと他人に伝えるっていうことが大事だと思うんで、まあ、デザインをやらせていただいて、そのミディアム、インターミディエットなフェースとしては、インプリメンテーション、まあ、コードを実際に書くっていうことですね。まあ、コード、
書くっていうのが本当に一番時間かかったんですけど、最終的にはまあテストとコーディングのリピート、ずっとこう繰り返しでやらせていただいたっていう感じですかね。正直そこが一番時間がかかったところです。じゃあ、プランニングの最初のまずフェーズ、まあ、ここのフェーズでなんか一番難しかったポイントっていうのはどういうところになりますか？結構具体的な話にはなってしまうんですけど、あの四角い箱の後ろに四角い箱があったりとか、まあ、オブジェクトが隠れてる場合っていうのがありまして、そういう場合って、まあ、真っすぐロボットを進めてっただけでは、まあ、当然見つからないオブジェクトとかがあるんで、デザインのフェースでアセンブリーのルーティンとかを使って、こう右に曲がったかどうか左に曲がったかどうかとか、まあ、左にどれくらい行ってオブジェクトが見つかったかとか、どういうふうにちゃんと元の位置に戻ってそこから探索を再開できるのかっていう、まあ、細かいところまでこうどういうふうにして実行していくのかっていうのを決めるのが一番難しかったと思います、うんうん、なんかその実装するときの要件を決めるときに、なんかどういうふうにしてその難しさを乗り越えていったでしょうか？なんか工夫したポイントとかあるんですか、その時は？意外と自分では当たり前っていうか一般的なやり方だなと思ったんですけど、右に曲がったかどうか左に曲がったかどうかもこうテンプラルの変数として、アセンブリーの中ロボットの中にストアして、まあフラグを作って、やらせていただいたんですけど、プレゼンテーションの時もまあそのことを分かりやすくできるだけ図解 してたんですけど、まあ教授の方も、まあ、それをやる人は少なかったっていうふうにおっしゃられていたので、自分としては結構驚いたんですけど、まあ、そこを惜しいって言うんだったら自分的な工夫だったのかもしれないですね。まあ、じゃあその問題解決をする時の解き方が結構、まあ、人よりも優れていたというか、まあ、ユニークな解き方をしたねっていう感じで褒められたっていうことなんですね。このプロジェクトであるかあったか分からないんですけど、なんかそうチームでそう意見が分かれた時になんかどんなふうに対応してますか？はい、今のチームで、まあ、プロジェクトリードとかをやらせていただいてるんですけど、まあ、どうしても他のチームであったりとか自分の、ね、サブチームであったりにしても意見が食い違うことってやはり多々あると思うんですけど、そういう時は、まあ、迅速にミーティング、まあ、チャットでね、最近も本当にコロナでオフィスにはあまり行けてないのでチャットで解決するわけではなく、もし、まあ、チャットが少し続くようだなって感じたときには、まあ、Google Hangout だったり、使ったりして、まあ、みんなでちょっと集まって、そこのディスカッションするとか、まあ、本当にオフィスが空いてたときとかは、まあ、ミーティングルームに行って、こう、ホワイトボードの上で、まあ、お互いの考えを図で書いて、で、まあ、どっちかが言いまかされるって言ったら変かもしれないんですけど、同じ意見にたどり着くまで、それを続けるっていうことを、結構大切にはしてます。みんなの意見をね、できるだけ取り入れたいんで。まあ、結構ね、チャットでやってると、確かになんか、言い争いになるとか、誤解が生じて、感情的になっちゃうかもしれないけど、そんな風に対面だったり、Google ミートアップだったり使うと、まあ、ちゃんと冷静に議論ができるかもしれないですね。そう思います。ちなみにそう Google を志望された、まあ、きっかけとか理由とかって何かあるんですか？日常生活とかで皆さんが使ってるアプリを考えると、まあ、サーチエンジンだったり、まあ、Google っていう方が多いと思いますし、
マップだとしても、もちろん Apple マップをメインに使っている方もいらっしゃると思うんですけど、Google マップも、まあ、トップの方にあると言いますか。それで、皆さんの生活を陰から、まあ、できるだけ支えていけるようになったらなっていうのもありまして、Google を選びました。うん。なるほどですね。確かに非常に身近な存在ですよね。なんか、こういうところだったら貢献できそうだなとか、そういうイメージってあったんですか？それとも入るとき結構なんか不安もあったのか、自信があったのか。Google、まあ、緊張したかっていう問いなんですけど、もちろんめちゃくちゃ緊張しました。前日、まあ、コーディング、まあ、一度落ちたところなんで、コーディングのインタビューがまた、ね、4、5ラウンドあるのかって思うだけで、Google って、インタビューするときは、どのチームに入るかっていうのはまだ決まってない状態なので、正直、こう、どのチームが決まってない状態なので、どういうふうなことをして貢献するかっていうのがよくわかんなかったんですけど、やっぱり自分の、選考のフォーカスでもあった、インフォメーションセキュリティだったりとか、まあ、当時、まあ、今でもそうなんですけど、クラウドって結構、まあ、成長してるじゃないですか。で、そのクラウドに携わる感じで、セキュリティと、まあ、ちょっとでもかじれたらいいな、みたいな風に思っていて、まあ、ちょうど今のチームがね、リクルートしていたので、今のチームに入ったっていう感じですかね。でも、Google、今の話だと、まあ、Google じゃなくてもいいと思うので、まあ、Google がいいみたいな理由ってあったんですか？ Google って、まあ、僕のイメージなんですけど、ただ単にすごい憧れの会社っていうイメージが強くて、まあ、確かに Amazon だったりすると AWS だったり、普通に Amazon で、まあ、お買い物するっていう意味でもみんなのサポートにはなるますし、マイクロソフトでもね、オフィスプロダクトであったりとか、Google とやってることは似てるとは思うんですけど、まあ、自分の生活にどれだけそれぞれのインパクトを与えてるかって考えたら、まあ、今では確かにもう本当に Amazon 様様っていう感じかもしれないですけど、でも、まあ当時はですね、やっぱり自分の毎日使ってるサーチエンジンであったりとか、クラウドのプロダクトであったりとか、まあ、本当だったら、まあ、確かに、ね、Google Search とか Ado とかが、やっぱり、Google の中では一番大きかったり、まあ、皆さんへの影響としても、一番ストレートな影響力があるのかなと思うんですけど、まあ、クラウドとしても、まあ、ただ単に間にビジネスっていうものを挟んだだけで、やっぱり皆さんにね、ある程度の貢献はできているのかなっていうことで、Google を選ばせていただきました。やっぱ自分の経験でどれを一番使ってるかとか、どれはに一番こう憧れているのかっていうところが大きな決め手だったと思います。これで面接は以上です。お疲れ様。どうもありがとうございます。面接お疲れ様でした。ちなみに誠さん的に手応えどうでした今回？コードを書くっていうインタビューがやはり多かったので、口頭でやり取りをするっていうのはすごい新鮮な感覚だったので、確かに実際は誠さんそのエンジニア的なコーディングの面接が主だったっていうことですね。はい、いや正直なちょっと話の内容はちょっと専門的すぎて分からない部分が、まあ、多かったんですけれども、面接の、まあ、基本である、まあ、会話のキャッチボールみたいなのがすごくお上手だなと思いましたし、誠さんの笑顔がとっても素敵で、こんなに面接される側が、まあ、笑顔なだけでこんなになんかプラスなイメージを持たれるんだなということが、今ちょっと新しい気づきで分かったので、参加できてよかったと感じております。もし本番の面接官だったら採用するかしないかっていうのをちょっと札を上げていただいてもよろしいですか？はい、よ。まあでしょうね、採用するかな。
理由を教えていただいてもいいですか。まあ、やっぱりエピソードが具体的でリアリティがあってよかったかなと思います、うん。ちなみにそのリアリティのとこで言うと、やっぱり結構学生さんに話を聞くと話は抽象的なことが多いですね。なんだけど誠さんの話は初めから具体的だったので、まあ嘘がないだろうし、日頃からちゃんと考えてるからこそすぐ出てくるんだろうなと思ったっていうのが、まあリアリティに対する補足。チームで意見が違った時の話とかも綺麗事にしすぎず、ちゃんと目の前の人と向き合って問題解決をするんだろうなっていう誠実さっていうのはすごく感じましたかね。一般的な就活生のイメージのなんか優秀な人ってハキハキとか切れ者ですごい端的に言えばいいみたいなイメージあったんですけど、今日の誠さんの回答とか自然体でなんかある種柔らかい感じが伝わって、それが逆に面接官にとってはこの人嘘ついてないんだなっていうところが伝わるっていうところでは、自然体であることってすごく大事だなっていうふうに思いました。頑張ってくれてるんだなっていうのは感じるけど、そんなに背伸びしなくていいですよね。ちなみに誠さん的に面接の時や学生時代のプロジェクトで、あ、ここを気をつけたからいい成績であったりとか合格できたみたいなところのポイントとかってありますか。僕が大事にしてきたのは、自分をどれだけこうセールできるのかが、まあ、就職の面接だったりとかそういうことでは大事だと思いますし、まあ、自分のセリングポイントを増やすためにも、まあ、インターンの経験をできるだけ積んだりとか、インターンでまあどのようなことをしてきたかとかちゃんと話せるようにはしてきたと思います。ちなみに今回の面接で意識していたことってありますか。過去の話を聞かれることが多いので、まあ、もちろん緊張はしてたんですけど、まあ、できるだけ深呼吸してリラックスっていう状態だったりとか、あとは過去にはどういうことをやったんだろうみたいなのを多少考えてきましたね。自分でやったプロジェクトだったり、大学時代やったプロジェクトだったり、まあ、なんなら、まあ、質問によってはもうテストだったり GPA だったりとか、そういう数値とかもちょっとリフレッシュしてきました。誠さんが今 Google で働いてるからこそ思う Google に合う人とかってどういう人ですかね。自分の働いてる職場はもうエンジニアリング、コーディングが基本なんですけど、まあ、それが仮にセールスとかマーケティングだったとしてもあんま変わらないと思うんですけど、自分のお仕事ができるのは割と当たり前みたいな風潮はあるので、例えばエンジニアだったらコードはまあ書けて当たり前だし、面接を通ってきたわけですから、自分のお仕事をするのはできるって判断されてるからこそ入れてもらってるんですよ。で、 Google に入るとまあ誰もが思うのは、まあ自分ちょっとちゃんと貢献できてるかわからないなみたいなことは誰でも思うと思うんですけど、でもそこでもちゃんと自信を持って自分の目標に向かって進めていけるような人っていうのが重要だと思いますし、あとはリーダーシップとかチームワークを結構重視して、自分だけじゃなくてみんなで共に同じゴールに向かって頑張っていけるっていうような人が多分一番合うんじゃないですかね。みんなが大切だと思っていることをちゃんと高いレベルでできること、主体性であったりリーダーシップであったりとか、あの協調性みたいなところを高いレベルでできる人がやっぱり合格して活躍できるんだなっていうふうに改めて思いました。ということで、誠さん、池上さん、本日はありがとうございました。ありがとうございました。就活会議と旬ダイアリーで自己分析ツールを共同開発しました。40問の質問で自分では知らない意外な性格が診断できます。就活生の皆さん、概要欄からぜひ使ってみてください。ご視聴ありがとうございました。